everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。11月17日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。もう今紅葉がね綺麗な時期になりましたけども、王子はねこのね綺麗な風景をね誰一人ともね一緒に見に行きましょうっていう人がございませんのでね、一人寂しくね、SNS なんかのね画像を見てるだけでね寂しくねしております。マスクマンでございます。はい、紅葉は一人でも楽しめます。本当にこの近くの街路樹の赤や黄色を眺めてるだけでも素敵だなと思う味噌煮込みスキーと、最近街路樹でイチョウの木があるんですけども、あれですねイチョウ実がですねあれ銀杏なんですけどね、あれ落ちると臭いんですよ。でも美味しいね。食べると美味しいよね。という、イチョウの実を、銀杏を踏んでしまったダンサーズでございます。踏んだんだ。踏むと臭い。はい、今週のテーマは庭ガーデン。今週のテーマは庭ガーデンです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya 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 です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギドワンで検索してください。マイチューナーラジオ、またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリを、マイチューナー、すみません。マイチューナーラジオアプリ、または、マイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日のゲストは、シンガーソングライター、春水さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋、トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上・海上輸送一貫サポート、東海共和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、それではメールご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、タイ、名古屋チームの皆さん、こんばんは。アップルパイ、中華まんの皮を剥いで食べるアレックス。ああ、いろんなものをこうペロペロめくるってことですね。薄皮ですよね。数年前から、隣の家の猫が増え続けて、うちの庭で遊んでいるんです。そして、うんちして臭いんです。猫は可愛いけど、なぜうちの庭なんだ。仕方なく、たまに追い払っています。うちの猫たちも心落ち着きませんねってことなんですけども、猫ちゃんねやっぱりちょっと糞すると臭いですね。そのね後処理がねなかなか大変なんですけども、まあ王子のところは昔ねワンちゃんがいたんですけども、そのワンちゃんもね全然猫ちゃんに関心がなくね、うんちしててもね平気な顔して泣きもせずにねなんか見てたような気がしますね。それをまた羊がね掃除すればいいんですけどもなぜか私王子がしておりました。王子の役だったんです。ですね。そうなんだ、うん、ねなんでしょうね、一箇所 おトイレって
決めるとずっとそこにされるのはなんででしょうね。まあやっぱり決まる、こう、ね、修正があるんでしょうね。ね、でそれを取ったとしてもまたなんか同じところにしますよね。そう、あとね、やっぱりね、糞もそうなんですけどもね、うん、あのおしっこもね臭いんですよね。あ、マーキングしますからね。うん、それが ね、 ね、なかなかね臭くてね、うん、洗った後にその、ね、消臭剤をシュッシュッってやるのをね、それも私の仕事でしたからね。なんかどっちが羊かわかんないけど。そうなんですよね、羊の方がちょっとね、あの厳しいですから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いきますね。はい、はい、たい。ぴょんぴょんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマ、ガーデン、庭ですが、我が家はベランダでトマト、グリーンアスパラを栽培しています。今年はトマト、桃太郎が40個収穫できました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんか桃太郎って聞いたことありますね。あれ、でも、あれですね。ミニトマトじゃなくて普通のトマトですよね。そうですよね。大きさ、すごい、40個ってなかなか普通でならないですけど。うんうん、家庭菜園ね、あの、やってる方もなかなかね、あの、ご自分で取って食べるんでしょうね、やっぱり。ねえ、うん、ミニトマトだったらあれですけど、本当に大きいトマトだからね、桃太郎って。ちょっと甘い。うん、そうですよね。うん、ね、いいですね。すごいすごい、うん。はい。だってベランダですもんね。うん。うん、ベランダ？そう、ベランダですよ。あ、ベランダ畑じゃなくてベランダで40個ってすごいですよね、考えてみたら。そうそうそう、あ、プランターって言うんですか。そうそうそう、ああいう形ですよね。プランターですもんね。すごいな。すごいですな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、銭形警部からです。はい、お願いします。私の母が住んでいる首里の実家では小さい庭にゴーヤを育てていました。父が他界してから10年になり、母は昔からずっと新聞配達をやっている傍ら、庭にゴーヤを育てていましたが、最近は80近くになり、体も少しガタが来ているので、今はゴーヤ菜園をやめてゆっくりしながら生活をしています。ということなんですけども。あ、お母様は新聞配達をやられたということは、お忙しい方ですね、朝からですね。ねえ、大変ですよね。うん、その傍ら、あのゴーヤを作られてっていうことですね。まあ今でもね、元気な証拠ですね、こうやってね。まああとゆっくりね、まあね、あの家庭菜園って言ってもいろいろ手が込むんですよね。でもなんかやっぱり育ててるとこう、なんでしょうね、やっぱりメリハリがつくっていうか、うん、例えば、あ、水あげなきゃいけないなとか、うん、そうやって思うじゃないですか、はいはい、そういうの大事ですよね、そういうリズム、うんうん、そうですね、その一日のリズムっていうのは ね、うんうん、大事だと思いますので、はい、ありがとうございます。続きまして、キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今週のテーマには、我が家にもささやかながら縦横約2メートルほどの小さな庭があります。庭だけでは DIY でザボンの苗木と黒木の庭木を植え、芝を引きました。デコボコな庭ですけど気に入っています。その手作り庭ももうすぐ10年になりますが、ザボンの木は約3メートル近くに成長しました。一方、黒木は幹自体は未だ1メートルにも満たないのです。限られたスペースの庭ですので、枝は横には広がらないように年ごとに剪定していたら、枝の長さが縦に伸び、一見すると約3メートルぐらいに見えます。また年に数回伸びた芝を刈ります。芝を刈り終えた後、ほのかに香る夏草の匂いと適度な日差しと心地よい風を感じながら、庭で冷えた缶ビールを飲みます。その時が一番至福な時ですね。今夜は旧名古屋の皆さんや他のリスナーさんの庭の話楽しみです。番組最後まで聞いてます、ということです。ありがとうございます。あのね、そうですね、まあ、草木というんですかね、うん、それはね、ほっとくとね、どんどん伸びてしまってね、近所迷惑にもなるぐらいね、ね、とんでもないことが起きますのでね。上に伸びるのすごい、3メートルだともう、なんでしょうね、面倒が見れないっていうか、上、剪定できないですよね。そう。
あれね、本当にね、はしご持ってきてね、うん、ちょきちょきやらないとね、ご近所に、ご迷惑がかかるっていうね。そうそう。我が家の庭も伸びたときに、一度、王子の、公用車をお借りして、そこに登って剪定した覚えがあります。そうですね。スペシャルカーでしたからね。スペシャルカーでね、そこに登って、ちょうどいい感じで届くので。うんうんうん、やりました。それ以来ちょっと長く伸ばすのやめ、上に伸ばすのやめてますけどね。でも本当にね、ちょっとね、目を離してね、時間が経つとね、うん、伸びてますからね。まあ、横にもね、ちょっと行くんですけどね。うん、で、またそのね、葉っぱなんかがね、落ちてね、またそれが舞ってしまってね、うん、いろんなところにね、飛んでいくとね、またうちのですね、今度は羊じゃございませんよ。うん、王妃が怒るんですね。うん、多いね。拾ってらっしゃい。なんか全然王子の権力ないじゃん。うん、まちょっとね、最近またちょっとパワーダウンしてますんでね。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、CM を挟んでゲストコーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、052-653-0071 までお電話を。中村製菓は、那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など、激戦素材で作り上げた、首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901、中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム「大城バネサ・ザ・カバーズ」には美空ひばりさんの「一本の鉛筆」から上村かなさんの「トイレの神様」まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー。さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ名古屋。Give up on life. I'll give up on life. もう一度歌う理由を見つけた。 Give up on life. 神様が未来にくれたトレジャー。 Give up on life. 感謝を与えられたから歌いたい。 Give up on life. My love. こんばんは。しゅんせいさん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりでございます。バスクマンでございます。お久しぶりでございます。またちょっと改めてですね、今日のね、キウナ名古屋のスペシャルゲストでございます。しゅんせいさんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今現在ですね、やっぱりはい、ちょっとこのコロナ禍の中なんですけども、はい、またライブがね、いろんな都市であると思うんですけども、はい、まあ、それに向けての、意気込みというですかね、はい、でも今どんな感じでですね、挑戦されてるんでしょうか。ありがとうございます。本番がもう1週間ちょっと後に迫ってきているので、はい、まず体調面を万全しようと思ってファスティングを今してて、断食ですね、はい、
はい、押して、うん、体調をかなり整えて、今いい感じに仕上がってきてるところです。はい、そして、明日もリハーサルがあって、はい、今回、木名大輝くんっていう沖縄の、素晴らしいギタリストと共に全会場回るので、彼と二人で、本当にその、大成功を目指して、祈りながら、練習して、もう本当に調整、今段階に入ってますね。ああ、そうです。はい、やっぱり断食はね、やっぱりこの体すっきりしてですね、はい、いろんな面で体調も良くなると思うんですけども。そうなんですよね。はい。王子の場合はね、試みているんですけども、全然ね、はい、ウエイトもダウンせずに、うん、はい。ちょっと体が重たい状態のままでいつもね、ラジオやらせてもらってるんですけども。ありがとうございます。やっぱりね、シュンスさんのように、この体の、体調を良くしてですね、はい、ベストコンディションでね、ステージをね、やっていただくというのは、本当に体調管理っていうのも非常にね、大事だと思いますのでね。いや、本当大事ですよね。はい。はい、またね、こういう時期でございますので、体に気をつけてね、はい、ステージやっていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい。隣にね、味噌煮込み好きがいますので、またありがとうございます。公演のね、ご紹介をしてくれると思いますので、よろしくお願いします。はい。しゅんすいさん、ご無沙汰しております。味噌煮込み好きです。お久しぶりです。ご無沙汰しております。はい、元気です。おかげさまで。こんな、急にね、ご時世というかね、状況も変わりまして、ライブもなかなか思うようにできなくてですね、はい、多分大変な感じで過ごされてたと思いますけれども、はい、この時期っていうのはどんなことをされていましたか？そうですね、この期間は、ミュージシャンの活動がなかなかできなかったので、はい、もう曲作りもそうなんですけど、はい、動画の制作だったり、あとは、僕今メンタルトレーナーとしても、活動していて、あ、そうですね、メンタルトレーナーと、はい。はい、そうです。その活動だったり、はい、あとは、本当にありがたいことに、学校公演も、それこそ名古屋も、今年行かせてもらいましたし、沖縄県内でも、はい、公演させていただいていて、はい、そういった活動を、この期間はやってましたね。なるほど。ミュージシャンという、はい、活動の傍ら、まあ、この、時代に、やはり、メンタルトレーナーということでも活躍されてたということで、そうですね、名古屋にもいらしてたんですね。はい、そうなんですよ、はい。なるほど。あ、そうなんですね。で、ね、でも久しぶりにですね、まあ、メンタルトレーナーとしてもですけれども、またミュージシャンとしてもね、はい、活動ができるということで、はい、ライブがあるんですよね。はい、あります。11月26日の東京、で、はい、11月27日の三重県ってもう、実はもうソールドアウトっていうのをお聞きしたんですけれども。そうなんですよ。はい、ありがたいことに、ソールドアウトで、ね、すごい、はい。もうみんなね、しゅんすいさんの歌を待ってますからね。いや、本当ありがたいですね。ね。で、今回はですね、毎回ですね、結構ライブされるときに、はい、結構スペシャルな演奏される方とご一緒にやられることが多いんですけれども、今回は大輝さんということで。はい、そうですね。この2年、1年半ぐらいの間、はい、もうずっと僕のそばで、ギター弾き続けてくれてる方で、で、やっぱり、やればやるほど、本当に心も合ってきて、はい、意思の疎通もできてきて、今が本当最高のパフォーマンスだなって、確信持って言えるので、本当に過去最高のステージを東京、三重、そして、はい、名古屋と、はい、やっていけるなと、確信してます。はい、ありがとうございます。なんか、はい、あれですね、そう、そして名古屋ということで、ね、はい、楽しみなんですけど、11月29日の名古屋ですね、まだチケットは若干あるんでしょうかね。はい、そうですね、はい、まだありますので、はい、ぜひお参加ともお待ちしております。はい、ぜひぜひね、参加したいと思いますけれども、うん、はい、チケットの購入方法を教えていただけると嬉しいんですけれども。あ、はい、ですね、はい、しゅんすいつくつくで調べていただくか、はい、中山俊水で Facebook や Twitter、Instagram で調べていただけましたら、はい、ホームページから、ウェブチケットが買えるようになってます。あ、はい、はい、検索して、ウェブチケットという形で購入ってことですよね。そうですね。はい、ただ、SNS で、はい、メッセージやコメントで、
あの、チケット取り置きお願いしますっていうことでも、あの、受けたまわってはいるので、はい。あの、面倒だなっていう方は、あの、そういった形でも全然大丈夫です。なるほど、わかりました。はい、じゃあ、Facebook 等々で調べ、中山俊水さんで調べるのと、あとは、俊水つくつくで検索ということで、そうですね。あの、興味のある方はね、はい、ぜひぜひ、でも残り少ないのでね、早めにお問い合わせいただければと思います。そうですね。はい。お願いします。ですね。曲としてははい、アルバムを出されたのはそうですね、去年の12月に、はい、あのガンガラの谷の500名のワンマンの時に、はい、新しい新作を出しまして、はい、ライブ音源を今回は会場限定の CD ということで、はい、持っていこうと思っています。はい、なるほど。で、はい、まだ新曲として新譜としては今年はリリースの予定はないんですけど、はい、新曲も引っ提げて、はい、ツアー回りますので、いい曲いっぱい書いてるので、なるほど、はい、じゃあ、ライブで、新曲発表という形に、はい、発表しますので、ぜひです、はい、楽しみですね。はい、楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。11月26日の東京、11月27日の三重は、もう残念ながら満席という、そういえば、配信っていう形ではあるんですよね。そうですね。26日の東京に関しては、はいはい、配信環境もカメラ4台と音響もバッチリで、お届けするので、本当にテレビクオリティに近いというか、もうそれよりも、多分音としてはいいんじゃないかなと思う環境の中で、はい、はい。配信しますので、それも、はい、SNS で調べていただけたら。同じく、つくつくで調べ、はい、検索して、で、申し込むという形で。そうですね。はい。わかりました。じゃあ、はい、遠方でなかなか行けない、またこのね、時代でちょっと、ね、他の県に移動するのが心配という方は、ね、配信ライブという形でも楽しめるということで。はい。はい。わかります。ありがとうございます。そして、あとは11月29日の名古屋ということで、名古屋の会場は、あれですね、コタンさんですね。コタンさんです。はい。はい、質問さんの素晴らしい会場です。ご基礎のコタンさんでやるということで、そうです、はい、残り少ないということで、はい、スタートが、19時スタートということで、はい、新曲のもちょっと披露があるということで、ぜひ楽しみですね、はいはい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。シュンスさんね、できればですね、はい、これからですね、王子をね、はい、イメージしたね、はい曲をね、はい、一曲を作っていただきたいなと思います。はい、こんなお願いしたらダメだよね。滑り王子大冒険っていう感じで。王子大冒険ですか。なんかそれ金太の大冒険もありませんか。いいとこつきますね。完全にあれですよね。そういう下の方向で行く感じですね。だってやっぱりね、私たちは仲間じゃないですか。週三さんですよ。週三ですからね。ね私王子は日に3回ですけど。さすがでもやってるんですね。ね、こういう話は本当にね、大得意ですから。ね、メンタルトレーナーをされてるというのに、いきなりそういう話振りますか、王子。いや、もう、このお話がなければね、前に進みませんので。そうですよね。もう、これなしには終われないですよね。そうなんです。もうなんか、今日はすごく静かだなと思ってちょっといたんですね。でしょ？あんまりこう、ぶっ込んでくるのかと。そうそう、散らかしたらいけないなと思ってね。そうそう。まずはね、大事な告知からちょっとね、そうなんですね。ありがとうございます。そうです、そうです。大人対応ありがとうございます。ね、せっかくの久しぶりのライブですのでね、本当にぜひぜひ、はい、ね、もう見れないか、いけない方は配信でですよね。そうですね。そして、はい、名古屋近郊の方はもう、ライブに、ね。ぜひ名古屋に。ということで、はい。はい。はい、来てください。はい、ありがとうございました。なんかあっという間にお時間が来てしまいましたけれども。うんうん、いや、もう、もっと話してたいんですけど。ですね。またね、はい、ちょっとメンタルトレーナーのお話にもちょっとお聞きしたかったんですけれども、ちょっと今回はね、はい、名古屋のライブが近いということでね、うん、俊水さんの名古屋のライブ、11月29日、コタンドイヤーということで、はい、ご紹介させていただきました。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。俊水さんでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一度歌う理由。キウナ名古屋。
はい。ね、こんな状況の中ですね、やはりいろいろ工夫してライブということでね、春水さんに今ご出演いただきましたけれども、ね、ちょっと大輝さんという方のね、ギターのコラボもちょっと楽しみですね。うん、そうですね。やっぱり、はい、で、いろいろとコロナ対策をされてね、ライブをされると思いますけども。うん、ね、こうね、うん、うまくね、この時代ね。うん、いろいろ予防しながら、工夫しながらですよね。はい。はい。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。そして、メールいきますね。はい。お三方、こんばんは。フルムンシーチです。テーマ2は、自宅の周囲のブロック塀を、板、ビッカズラで、壁面緑化しています。東西南北張り巡らして、北側はあと1メートルほどで全てつながります。管理は必要ですが、見た目が良く、ブロック塀の補強の効果もあるのでおすすめです。今日は写真は撮影を忘れてしまったので、別のお宅の画像を添付します。自宅の画像は後ほどお送りします。うん、ということで。これは自宅じゃなくて、リレーですよね、うんうん。でもね、こういう、ね、壁面緑化っていうのもね、最近いろいろ、ね、工夫してね、やられる。おしゃれですよね。ね、うん、うん、そう。ただやっぱりね、手入れが結構大変なんですよね。そうそう。うん、ね、伸びたらちゃんとね、整えなくちゃいけないのでね。そうですね。それがないと、ちょっとね、綺麗に見えづらいと、ね、時ありますもんね、うん。でもやっぱり庭は手入れですよね。そうですね。シュクリームさんからツイキャス。庭といえば、京都にいた頃は、高台寺円徳院の紅葉のライトアップ近くにあるレストラン、これなんて言うんだろう、 SODO って書いて騒動とかなの庭園から見る八坂の塔がたまらなく好きで毎年行っていましたね。紅葉で有名なところですね、高台寺、うん、ねえ、いいですよね。京都の紅葉も今年はね、うん、京都に住んでる人がね、なんかちょっと観光客が少ないんで、うん、いつもよりね、地元の人が静かに楽しめるそうですよ、うん。はい。で、岡地倉持さんがね、銀杏見たことがありません。銀杏って何ですかって。銀杏ね、イチョウの木の実ですけれどね。行って食べると美味しいですけどね。そうそう。でも、なんか子供の時ってあんまり好きじゃなかった覚えがある。うん。でも今あれ、スーパーとかでも今売ってるんじゃないですかね。でもね、あれね、実はね、名古屋って愛知県の祖父江が有名なんですよ。はいはいはい。なんか実は愛知県が生産地みたいな、うん、なんですよ。だから王子もね、スーパーで見かけるんですけども、拾ってね、持ち帰るっていうのが当たり前だと思ってましたので、そう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 、買うっていう、あんまり意識ないんですけどね。そう、私もなんかどっちかっていうと、祖父江の方からもらうっていうイメージが多いんですけどね。はい、ということでね、はい、あっという間に時間ですね。はい。はい、来週のテーマは魚です。好きな魚を料理など教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライフォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。はい、ございました。ありがとうございました。ツイキャスもありがとうございます。カーズ兄さん、小勝からもしさん、浦添のしんちゃん、シュプリームさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ではまた、そうそう、うん、泉さんの時さん、銀杏は茶碗蒸しに入っているのかなって、そうですよね、うん。入ってると美味しいんだよね。美味しいんですよね、うん。はい。ありがとうございました。ではまた来週。